どうも皆さんこんにちは、流星咲人です。時間の概念を作ってみよう、イエーイ。ということで、今回はこの世界、ユニティの世界において時間の概念を作っていこうと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。ご覧ください、この世界。年がら年中ずっと今明るいんです。すごく寂しいので、この世界を夜に変えたり、朝に変えたりっていうのを作っていこうと思います。ので、早速行ってみましょう。時間の概念を、クリエーション。ということで、早速やっていこうと思うんだけど、まずは皆さん一回はやったことあると思うんだけど、この普通のデフォルトスカイね。これでディレクショナルライト、この太陽だね。太陽を回転させることで時間を作ろうじゃないかっていうことを一回はやったことあると思うんだよ。これやるとどうなるかっていうと、ちょ、暗くなりはするんだけど、真っ暗になるんだよね。これは夜なのかって言われるとちょっと微妙じゃないですか。で、これがこう朝になってっていうので、こうやって簡易的に作ろうとすると思うんだけど、ちょっとこれじゃ違うなって感じするので、今回はアセットを使ってやろうと思います。今回はこちら、AI をダイナミックスカイっていうのを使っていきます。これ俺が愛用してるアセットなんだけど、これ使うとね、すごく綺麗にというか、すげえ簡単に朝から夜までの時間っていう流れを作ってくれるんですよ。うん、パラメータをね、1個時間のパラメータがあるんだけど、それを遷移させるだけで太陽が昇って降りてっていうので、夜の空とかっていうのもすごい綺麗に作ってくれるので、こいつを使っていきます。はい、ではね、こんな感じで、アセットインポートするんだけれども、俺はもうインポートしてるので、インポートして使ってみてください。まずはデモの画面を見てみようか。 AI をスカイのサンプルの中にデモ 1.3 っていうのがシーンが入ってるので、これを開いてみます。はい、するとこんな感じでシーンが出てくると思うので、ちょっと再生してみましょうか。するともう動いてると思うんだけど、見てみて、太陽がね、こうやって動いてるのね。で、今こうやって沈んでいって、沈むとこんな感じで夕暮れの空になって夜に移り変わるんだよ。これすごくない？これって感じするじゃん。あのチャッチーさ、なんだろう、真っ暗な空に移り変わるとかじゃなくて、こんな感じで夜になってくれて、で、しかもね、パラメーターでこれ雲の量とかも変えられるんだよ。なので天気とかもね、作れると思います。で、朝日が昇るとこんな感じでじわーっと明るい空になっていって、昼間ですねって感じになるので、こいつを今回入れてみようと思います。では自分のいじりたいシーンに戻ってきて、さっきのデモ 1.3 っていうシーンをドラッグ&ドロップでシーンに追加してあげましょう。じゃあどれいじったらいいのって話なんだけど、このディレクショナルライトとムーンってやつだね。こいつらを自分のいじりたいシーンに持っていってあげましょう。はい、他はそのままリムーブでシーンを閉じてあげます。で、ディレクショナルライトは古いのを消してあげましょう。さあ、そしたらこの持ってできたライトとムーンができますと。で、いろいろ外れてるので、この辺を入れてあげたいわけだが、ディレクショナルライトでいろいろ外れてると思うので、この辺をちょっと変えていきますか。で、外れてたらこの自分が使ってるメインカメラっていうのを入れてあげましょう。あとスカイボックスか、こいつの専用のスカイボックスを入れてあげた方がいいので、それをつけてあげましょう。ニューデモスカイっていうのに多分こうやってくっついてると思うので、こっから探してあげましょう。こんな感じで対応してるスカイボックスのやつがついてると思うので、これかな、一番最初のやつは。この R クラウディっていうのをスカイボックスマテリアルに入れてあげます。はい、たらね、割り当てられると思います。もうこれだけでもね、だいぶ雲がね、動いたりしてすごい綺麗なんだよね。すごい綺麗に動いてくれるスカイボックスがついてきます。はい、で、このニューデモスカイってやつはこれいらないので、これデモ用なので、これ外すなりチェック外すなりしてて大丈夫です。 FPS もいらないかな。ここ2つは切っといて大丈夫ですと。じゃあまあ一旦これで様子見てみますか。俺だのドラゴンだの邪魔だから一旦消しておいて、これで一旦様子見てみましょう。こちらドン、あ、動いたね。うん、太陽が動いていて、はい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 。で、沈んでいきますと。
雲の後ろに隠れたらね、こうやって光がね、ちゃんと遮られたりするんだよ。いいんじゃない？で、夜になって、で、この時間のスピードみたいなところは、このマスタータイムスケールっていうのでいじれるので、ここをちょっと早くしてあげたりすると、時間経過が早くなったり遅くなったりしますね。おぉ、マイナスになっちゃった。違う。時が戻る。で、時間はこの3アワーってやつです。こいつで動きます。0にすると止まるし、1にすると進むと。で、ここの時間のスピード的なやつは、スクリプトの中を覗いてもらえると多分動くと思うので、いじってみましょう。で、3、1、2、4、ここがライトの強さだね。こいつを1とかにすると、ちゃんと明るくなると思うんで、こいつ1とかにしといてあげましょう。さあ、これで俺の世界にも、時間が生まれましたと。ああ、いいね。で、このアセットね、ちゃんとこうやって自動で明るさみたいなのも調整してくれるのね。で、さっきいじった、この、3、1、2、4、ここ強さね。これが最大のマックスの明るさみたいなのだから、こいつが 1.5 とかだと、最大は 1.5 まで明るくなる。昼間、明るくなるしって感じになります。いいんじゃないかな。よし。はい、ということで、今回はユニティで時間の概念を作る方法をご紹介しました。どうでしたか？皆さんよかったらね、自分のゲーム制作とか、こういう映像作りの方に活かしていただければと思うので、ぜひ役に立ったよってことは、チャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いいたします。他にもユニティでいろんなことやってるので、よかったら他の動画も見てくれると、大変嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。以上、リュウセイ作りました。バイバーイ。なんか、やっぱ寂しいな、ここ。